どうもブロです。今回は実質資格の縦向き溶接 SA3V をフラックス入りワイヤーで溶接します。ソリッドでしかやったことない方は参考になるかと思いますので、ぜひ最後まで見てください。板1枚のベベル角度は30度、2枚合わせた解析角度が60度になります。ルート間隔は 5mm でやっていきます。実質資格の厚板は仕上がりの溶接幅が 38mm 以内と決まっています。解析角度は60度がおすすめです。薬歪みは7度で行います。使用ワイヤーは DWZ110。 今回の使用ワイヤーは他のフラックス入りワイヤーに比べても電流が低くても良好な溶接が行えるワイヤーなので、ソリッドでしか縦向きやったことがない人でも扱いやすいんではないかと思います。ですがフラックス入りワイヤーを使用するメリットは電流を上げても上っていけることなので、他のフラックス入りワイヤーだと適正電流が 180A からと高めな設定のワイヤーが多いので、今回の DW では 160A くらいでも行えるのでやりやすいと思います。いきなり 180A でやるよりは 160A くらいからやってみると高い電流に慣れてできるようになるんではないかと思います。あくまでも僕の考えですが、統治角度は映像のようにまっすぐが僕的にはやりやすいです。なるべく作業台の下に溶接材料を取り付けて作業すると、登った時に腕がプルプルすることがないと思います。取り付け位置はめちゃくちゃ大事です。ちなみに現場だとやりやすい体勢でできる場所が限られたりするので、慣れてきたらわざと無理な体勢で練習するのもありだと思います。ちなみにこのくらいの統治角度で溶接すると溶け込みが深くなり肉だまりが良くなるので、今回の動画ではやりませんが、脚長を増やしたい時やしっかり溶かしたい時におすすめですが、肉だまりがいい分オーバーラップにもなりやすいので注意ですね。上級者向けかもしれません。裏当て金と貝先の隙間があるので、プールを一定にしっかり溜めながら進んでいかないと垂れる可能性があります。ソリッドよりはウィービングする速度は速くなります。溶接中はこのような状況で撮影してますので、多少のブレや統治角度が悪くなりますがご了承ください。ソリッドだと 100A から 140A の範囲でやる人が多いですが、フラックス入りワイヤーで縦向き慣れている方なら 220A くらいでできる方もいるんではないでしょうか。それでですね、必ず機械にフラックス入りワイヤー使用時に切り替えボタンがついている場合は切り替えてください。フラックスなのにソリッドの切り替えのまま使用すると、今回 160A 20V に電気合わせていますが、この状態で溶接すると電流値が極端に下がったり電圧も大幅に上がったりめちゃくちゃになってしまいますので、どの機械でも切り替えがある場合は必ず切り替えてください。合わせるのが大変になってしまいます。フラックスで電気を合わせるときはプールの見た目で判断します。ソリッドのときは音で判断しやすいですが、フラックス入りワイヤーで音で判断は難しくなります。適正な溶接可能な電圧範囲は僕の会社では 160A のとき19から 21V が溶接が良好に行える電圧になりますが、映像のように電圧が 18V ぐらいからワイヤーが突っつくような現象が起きます。やってやれなくもないですが、適正な電気とは言えないですね。こちらは良好に行える範囲、電圧高めといったところでしょうか。プールが広がりやすくなっています。水平進み肉だとアンダーカットしやすいかな。かなりプールが広がってますね。プールの液体感が強くなって電圧が高すぎですね。 V 字の下向き溶接ならペタペタの溶接でできそうですが、今回の縦向きでは19から 21V が無難かと思います。それでは1発目やっていきます。スタートは端から切り盛りし土台を作って進みます。隙間があるので映像のように早く登りすぎると垂れやすくなります。ワイヤー突き出し長さは10から15ミリで行います。実際の出している電流は 165A くらいになっています。フラックス入りワイヤーで縦向き溶接は 180A くらいで行う人が多いです。フラックス入りワイヤーはソリッドより溶け込みが浅いと言われますが、電流が高いまま登れるので裏当て金の焼けがしっかり入り裏曲げも問題ありません。一発目は映像のようにアークを貝先の先にしっかり当て、オーバーラップにならない溶接速度を体で覚えることが大事ですね。僕は比較的早く登るタイプなので、板厚に対してのパス数総数が他の人より多いかもしれません。 19mm 縦向きは最終パスは2回に分けないで5パスで仕上げる人が多い気がします。1番はとりあえずやってみて自分がやりやすい溶接速度に合わせてパス数総数を最終層きれいに盛れるように帳尻合わせてやる方がいいんではないでしょうか。
フラックスイルワイヤーはスラグの剥離性がいいので、ソリッドよりは清掃が楽になりますね。必ずスラグは除去しましょう。2パス目はビード際をアークでしっかり狙います。溶接速度がつかめない方はプールの先端をアークで狙うように進んでみましょう。左右に振りながらプールの先端、プールの先端と狙って進んでいくと、溶接速度もウィービングピッチも均一になりやすいと思います。溶接はプール幅を合わせることを意識して溶接すると綺麗にできますが、縦向きではノズルで隠れてプール全体が見えにくいので、プールの先端が目印になるんです。ソリッドとフラックスでのやり方の違いを言うと、電流が高い分溶接速度が速いっていうのと、左右に振る速度が速いってだけでやり方はほぼ変わりません。フラックスでやったことない人はそんな高い電気でやると垂れそうって思われる方いるかもしれませんが、全然そんなことないんで、ぜひ一度使用してみてください。慣れたらソリッドでやってられないと思います。電流上げれば25分もあれば終わるんではないでしょうか。もう15年くらい前の話ですが、現場で杭交換の補強鉄筋炭肉溶接やったんですが、直径600ミリの交換に1200ミリの鉄筋が十数箇所取り付いていて50箇所くらいあったんですが、縦向き溶接で1200ミリ溶接長さがある箇所が約650本ありました。その時にフラックス入りワイヤーで登り始めてやったんですが、先が見えなくて電流少しずつ上げてたら220アンペアくらいで登れるようになってました。やはり経験こそが上達するコツですね。風よけテントの中で50度くらいあって大変でしたが、今思えばいい経験でした。話戻りますが、3発目から振り幅が広くなってくるので電流を少し上げるのもありだと思います。少しずつ電流を上げてみてコツをつかんでからまた少し上げてみる、そんな感じで繰り返すと高い電流でもできるようになっていくと思います。最終層手前の貝先の残りは2ミリが理想ですが、そこまで持っていくために溶接速度、電流統治角度を調整してみましょう。数回練習すると自分のやりやすい電気、溶接速度、統治角度を見つけることができると思います。ウィービングの仕方も映像では一番簡単な左右に振るやり方ですが、こんな振り方があったりするのでいろいろ試してみるといいです。ウィービングの仕方でプールの動きが変わり、ビードの波目が変わったり盛りやすくなったりもするので、左右に振ったことしかない方はぜひチャレンジしてみてください。最終層の貝先残存をなくすために切り盛りしながら丁寧に盛ります。適正な電気で溶接速度も均一だとスラグも勝手に剥がれます。ガタガタな溶接だと全然取れないスラグがつきます。4発目から振り幅がかなり広くなってきます。振り幅が広いのが苦手な方は電流を少し下げて、ここから2回に分けて溶接するのもありです。電流を少し下げないとラップ気味になりやすくなるので注意です。速さを求めるなら2回に分けないで、分けずに全て1発仕上げで電流を上げた方が早いです。厚板はガー曲げがあるので、ビードキアをしっかり溶かすように端で一瞬止まりましょう。5パス目から2回に分けてやっていきます。2回に分けるときは4パス目ビード中央部を超えるように振ります。電流が160アンペアくらいだと映像のように溶接速度もウィービング速度も早く的確に狙わないといけないので、160アンペアでやりにくいなら150アンペアに下げて溶接するとやりやすいかもしれません。この層を2回に分けないで最終層だけ2回に分けるやり方もいいんではないでしょうか。スタートする前に貝先端部の状況を必ず確認し、貝先が残りすぎていないか見てからスタートします。貝先の残りを2ミリくらい残すように切り盛りしながら土台を作り進んでいきます。4パス目ビード際と5パス目ビード際をアークで狙い溶かします。次のパスからは最終層になるので貝先の残りを2ミリくらいにしたいので、画面左側に振った時にプールの位置を確認しながらウィービングしなくてはいけません。貝先がだいぶ残っている場合はトーチを左に少し傾けて振るといいです。最終層いきます。貝先の残りが1ミリくらいだったんですが、160アンペア以上でやるなら少し慌てて登らないといけない感覚です。縦向きの場合は結構まらさるので、貝先の残りを2ミリにして最終層を始めた方が僕の感覚では綺麗につけられるかなと思います。2ミリ残すとアンダーカットしてしまう方は1ミリ残しで電流を150アンペアくらいに下げて溶接するとやりやすいかなと思います。
左に振るときは5、6パス目ビード際が目印になるので、際をワイヤーで狙うように振ります。右側に振るときは5パス目ビード際と貝先をアークで一緒に狙います。ここで注意しなくてはいけないのがアンダーカット。右に振ったときにプールが貝先表面を越えて埋まっていく状態を必ず見てください。貝先の残りに対して溶接速度が速すぎると、プールの際が光りアンダーカットします。車の運転と同じで前だけ見ているわけではうまくいきません。必ず狙っている位置、投掷角度、ワイヤー突き出し長さ、プールの状態を確認します。やっぱり少し盛りすぎました。少しボコボコしてます。やり直したいです。貝先側にアークを当てた時に見える範囲で貝先表面よりプールが上がっているか確認します。ほんと一瞬で判断しなくてはいけません。貝先の残りに対して溶接速度が速いとアンダーカットしやすいというのがわかりやすい動画があるので、こちらの動画を見てみてください。起伏アーク溶接ですが分かりやすいと思います。1パス仕上げも見てみたい方は別の機会でショート動画も出しますので、ぜひコメントください。最終パスは2から 2.5 ミリ貝先の残りがあったので綺麗につきましたが、右側のビードがボコボコしているのとビードの頂点に最終パスが被りきってなかったので、あまり綺麗な仕上がりになりませんでした。650本の経験はどういった。もう1回やったら綺麗につけられます。失敗をしたら次はこうやったらどうかなと分析をしながら繰り返すことがとても大事です。突き詰めないでなんとなく溶接していると数年後も変化はないと思います。裏当て金の焼けはかなり入りました。こんだけ焼ければ裏曲げは余裕で曲がります。面白かった、参考になった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。